こは確か、今は誰もいないはずだ。どうやらこのまま素通りできそうだな。なんだ、これは。あの氷の棺の中にいるのは、氷河。これほどの陶器、まさか氷河の死、神湯がやったのか。待って、氷河はまだ生きている。かすかだけどコスモを感じるよ。つまりまだ仮死状態。氷の棺さえ砕ければ氷河は助かるかもしれない。こんな氷、俺の流星剣で砕いてやる。何？割れるどころか傷一つついていない。老師の話では、もしそれがアクエリアスの神が作った氷の棺なら。反逆者だもめ、ここまで来たのか。この無人の天秤球は俺たちが守る。カリスモ！てやっ！よーし！てやっ！はぁ！カリスモ！心のコスモよ！奇跡を起こせ！よーし！カリスモ！ペガサス流星剣！ふっ！おりゃ！ロザン！カリスモ流派！心のコスモよ！奇跡を起こせ！どうやら教皇の洗脳で、サンクチュアリの者は俺たちを反逆者だと思っているようだ。いつか疑いが晴れる日が来るさ。それより今はどうやって氷河を救い出すかだ。ゴールドセイントでさえ破壊できない氷の棺か、あのクロスさえあれば。これは老師のライブラのクロス。このクロスがあれば氷の棺を割れるぞ。このライブラのクロスはゴールドクロスの中でも特殊なのだ。分解するとシールド、ツインロッド、トリプルロッド、トンファー、スピア、ソードの6種類の武器になる。それぞれ1対、全部で12個の武器になるのだ。どの武器も強大な威力を持ち、どんな硬いものでも打ち砕く。使用にはアテナの許しとライブラのセイントの承認が必要だが、シールドは主に防御用だが、ひとたび震えば星でも砕ける。だが縁が鋭利ではないから、それでは中にいる氷河まで粉々にしてしまう。ツインロッド、トリプルロッド、トンファーも同様だ。
黄金のソードが最適だろう。俺のコスモも燃え上がってきた。これを使って今すぐ氷河を救い出してやる。びくともしなかった氷の棺が水蒸気と化して消えていくぞ。一振りしただけでライブラのクロス、なんと驚くべき威力だ。しっかりしろ。体温が低すぎる。無理にでも氷の棺から助け出してすぐに体を温めないと。これはまるで凍死に近い状態だ。心臓も止まりかけているぞ。僕が何とかするから、二人は先へ行って。氷河は僕が必ず助ける。これから先はさらに強い相手が待ち構えている。沙織さんには二人が必要だ。だが、シュン。セイヤ、ここはシュンの言う通りに任せよう。よし、氷河のことは頼んだぜ。天活球で会おう。大丈夫、氷河はきっと無事だよ。冷え切った人間の体を温めるには人間の体温が一番いいけれど、神の陶器にやられた以上、それくらいで氷河は復活しないだろう。僕のコスモを最高点まで高め、その熱で氷河を温めるしかない。戦うためでなく、人の命を救うためにコスモを燃やしたっていいはずだ。たとえこの命燃え尽きようとも。もう夕暮れだ。急がなければ。感じたか、今シュンのコスモが弾けたような。戦いの最中ではないようだ。考えてる暇はない。早く行こうぜ。カリソー、ペガサス流星剣、エクスカリバー、クロイナ決戦。ロザン昇竜、受けてみろ。ペガサス流星剣、はっ、くっ、
ユニコーンキック。ロザン昇竜。ペガサス流星拳。それこれからだよ。ユニコーンキック。登れ竜よ。カリソー高く。やエクスカリバー。イーグルトゥフラッシュ。ユニコーンギャロップ。旬のコスモはまだ燃えているが、このままだと体が持たないんじゃないか。ああ、旬は氷河を救うために自らの命を犠牲にするつもりだ。氷河も旬も無事だといいが、天下地球は目の前だ。行くぜシリュウ。8番目の球、天下地球に着いたぞ。感じたか、今旬のコスモが弾けたような。旬、やはりそのつもりだったのか。やばい、旬を止めないと。他にも方法はあるはずだ。この天下地球まで来て戻ろうというのか。そうはさせん。よくぞこのスコーピオンのミロが守る球まで来たものだ。それだけは褒めてやる。だが受けろスコーピオンの牙を。何？バカな。お前は神が自ら凍りつかせたはず。そうだ。だが仲間が俺を蘇らせてくれたのだ。完全に意識は蘇ったのか。体も無事か。ああ、旬が命を分けてくれたおかげでな。そしていてついた俺の魂も再び燃え上がらせてくれた。二人は旬を連れて教皇の間に急げ。ここは俺に任せろ。教皇のままでたどり着く夢のようなことを全員ここで止めてやる。どんな夢だって信じて貫けば現実となるのだ。行くぞミロ。ダイヤモンドダスト。登れ竜よ。前天高昇。心のコスモよ、奇跡を起こせ。そら食らいな。ユニコーンキック。受けてみろ。俺に任せとけ。はぁ、エクスカリバー。イーグルトゥフラッシュ。決戦。いやあ、ほっ！ペガサス流星拳。イーグルトゥフラッシュ。はあ、ふっ、つやあ、とペガサス流星拳。イーグルトゥフラッシュ。セアン星雲祈願。
前白鳥受けてみろ。やった！スカーレットニードルを跳ね返してミロを凍りつかせたぞ。これで聖夜たちもだいぶ先に進めただろう。この程度の闘気が俺に通用するか。少なくともお前の死に並ばねば俺には勝てん。それくらい分かっている。ただ聖夜たちが前に進む時間を稼いだだけだ。それよりも自分のことを心配したらどうだ、ヒョウガ。スカーレットニードルの15発目を打ち込むまでお前の中枢神経は激痛に苛まれる。その間にお前は自分の罪を悔い改めるのだ。降伏すれば命だけは助けてやろう。俺の答えはこれだけだ。お前は神の気持ちを無駄にする気か。何？直ちにこの俺が片付けてくれる。神はお前をこの戦いから外そうとして氷の棺に閉じ込めたのだぞ。その苦しい胸の内がお前にはまだわからんのか。とどろけ、俺のコスモよ。その苦しい胸の内がお前にはまだわからんのか。仲間が正義のために戦っているのに、生き延びるために眠ってなどいられるか。何十年後、何百年後に蘇ったとして、それが何になる。この氷河にとっては、熱き血を分け合った素晴らしい奴らと共に戦えることが喜び。奴らと友として、同じ時代を生きることにこそ価値があるのだ。死のお心遣いはありがたいが、それでは日頃の教えに反する。受け入れられん。聞いたか、神よ。命を助けてやろうなどとは、この男にはかえって侮辱。よかろう。ならば今度は正々堂々と決着をつけよう。それこそが真のセイントに対する態度だ。来い、見ろ。お前を倒す方法を思いついたぞ。ディアー！これだ！ディアー！それ！これでも食らいな！前白鳥行くぜ。ディアこれでどうだ。ロザン昇竜派ペガサス流星剣ソーラーイーグル級ジェークラッシュ。登れ竜よ天高く高まれ俺のコスモよ。
クライナーズヤッ、ロザン潮流派ウルフクラスター、ズヤッ、高まれ俺のコスモよ、イーグルプロテクション、スターボールプロフェシー、どれ登れ竜よ、受けてみろ、高くペガサス流星剣、スカーレットサイクロン、やっ、おりゃ、これなら動けまい、さらばだ、俺は兄弟たちの元に行かねばならん、倒れる瞬間に俺の15個の生命点をついていたのか、ゴールドクロスがなければこの対決で負けていたのは俺の方だったはず、無意識のうちに前に仲間の元に進もうというのだな、この勝負俺の敗北だ、なぜ助けた、見てみたくなったのだ、お前たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな、果たしてお前たちが守るあの木戸沙織こそ本当にアテナなのか、それともサンクチュアリの平和を守る教皇こそ正義の化身なのか、
受けてみろ、ペガサス流星剣。それ、イーグル2クラッシュ。おりゃ、うわあ、前白鳥、ペガサス流星剣。死ぬ、クライナー。おりゃ、前白鳥、受けてみろ。はあ、エクスカリバー、やっ、決戦じゃん。じゃあて、これだ。えい、そら、登れ竜よ、天高く、ペガサス流星剣。エクスカリバーはっ、決戦。おりゃ、ロザン昇竜派、ペガサス流星剣。エクスカリバー、イーグル2フラッシュ。
流星拳。ふっと。イーグル2。ユニコーンキック。リベンジャーアタック。登れ竜よ。前高く。高く。これだ。つや。ふっと。まだまだだよ。つや。心のコスモよ、奇跡を起こせ。主役は俺だ。イーグル2フラッシュ。ディアー、カリソー。心のコスモよ、奇跡を起こせ。死ぬ。イーグル2フラッシュ。ユニコーンキック。
受けてみろ、受けてみろ、はぁ、そら、たてやん、てやて、高まれ俺のコスモよ、エクスカリバーイーグルトゥークラッシュ、受けてみろ、ペガサス流星剣、つやー、前白鳥、これだ、つやー、エクスカリバー決殺、ユニコーンキック、うん、それとどめだ、はぁ、と、ペガサス流星剣、よーし、はっ、ユニコーンキック、のぼれ竜よ、天高く、とぅ、エクスカリバー決戦、前白鳥、心のコスモよ、奇跡を起こせ、そら、暗いな、ふぁ、うん、ロザン昇竜派、ペガサス流星剣、それたっ、クリスタルウォール、はぁ、と、高まれ俺のコスモよ、
ロザン昇竜受けてみろ。心のコスモよ、奇跡を起こせ。ソーラーくっジャン、はあ、リベンジャーアタック、桃で竜よ、と天高く、俺に任せとけ。はあはあ、まだまだだよ。はあ、とどめだ。ロザン昇竜はっ、はっ、登れ竜よ、前天高く、高まれ俺のコスモよ、ふっ、イーグルプロテクション、はあ、ロザン百竜波、うん、それはあ、ふっ、はあ、前白鳥、くペガサス流星拳、イーグルプロテクション、おりゃクリスタルウォール、おのれ、それ登れ竜よ、天高く、白鳥、はペガサス流星拳、
受けてみろ、ペガサス流星剣。死ぬ。くっ、おりゃ。ロザン昇竜派。受けてみろ、ペガサス流星剣。エクスカリバー黒いな。決戦。いや、カリソのぼれ竜よ、カリソウ高く喰らえ、エクスカリバー決戦。ユニコーンキック、ロザン昇竜派。行くぜ。はあ、それ、イーグルプロテクション。ロザン昇竜派、ペガサス流星剣。登れ竜よ、天高く受けてみろ。はあ、よーし、はあ、つやーて、ペガサス流星剣。そうだ、受けてみろ、心のコスモよ、奇跡を起こせ。エクスカリバー決戦。
て受けてみろ。はあ、そらけじゃ。心のコスモよ、奇跡を起こせ。それ、イーグルプロテクション、ユニコーンキック、はあ、受けてみろ。ペガサス流星拳、これからだよ。おりゃ、我がエクスカリバーの前に散れ。俺たちは、お嬢様、見ていてください。さあ、無礼を土下座してお詫びしな。